2015年にザ・イエロー・モンキーの吉井和也さんと結婚した真鍋かおりさん。人気マルチタレントと日本を代表するロックシンガーの結婚は大きな話題となりました。同年10月には第一子も誕生、順風満帆な夫婦生活を送っているように思える二人ですが、実は離婚の噂があるのです。今回は真鍋かおりさん夫妻の離婚の真相や結婚の馴れ初めについて見ていきます。真鍋かおりと夫、吉井和也は離婚していない。結論から申し上げると、真鍋さんは離婚していません。離婚危機が噂されるのは、第二子の話が一切出てこない、夫婦仲に関するエピソードがほとんどないのが理由でしょう。かつて日経クロスウーマンの連載において、二人目が必ず欲しいとは思っていないことが明らかになりました。同連載では、自身の長女的な性格を好いていなかったことも確認できます。自分と同じ苦労をかけたくない思いがあり、子供は一人だけの方がいいと考えているのかもしれません。そして、真鍋さんには、夫との仲の良さを伺わせるエピソードがほとんどありません。それどころか、入籍直後に、吉井さんの家出が報道されます。家出騒動に関しても、真鍋さんは、離婚を否定する以外のことは、何も語っていません。2019年頃には、価値観の違いで、破局寸前という噂も出現。入籍時に話題になった二人なのに、その後目立った話がないので、様々な憶測が出てきたのでしょうね。そもそも、吉井さんの家出騒動も、スタジオにこもっていて、帰らなかっただけかもしれません。ミュージシャンの生活は、一般人とは大きく異なる場合が多いので、家族に不満があっての家出ではなかった可能性も考えられます。真鍋さんが夫婦仲について多くを語らないのは、吉井さんのイメージを守るためではないかと思われます。家庭的なエピソードで生活感が出てしまうと、ミステリアスで、イケメンのセイロモンキーのボーカリストというイメージが崩れてしまうかもしれません。やはり、吉井さんといえば、異性にモテモテなイメージの人が多いようです。夫の商売の邪魔をしてしまう可能性を考えて、夫婦仲については、あえて言及しないのかもしれませんね。2023年に、吉井さんは、喉頭がんを公表するも、そのことに対して、真鍋さんは特にコメントしていません。やはり、夫や夫婦仲に関しては、極力発信を控えていると思われます。結婚直後の家出騒動以降は、様々な噂が流れていますが、決定的なスキャンダルはなく、2024年現在も、婚姻関係は継続中です。夫婦それぞれに、愛の形がありますので、外野が口を挟むのは、野暮かもしれませんね。結婚慣れ初めは、知人の食事会だった。真鍋さんと吉井さんは、知人の食事会を通じて知り合っています。すでに二人とも、相当に知名度がありましたが、顔を合わせたのは、この時が初めて、吉井さんと食事をしていた、真鍋さんの友人が誘ったことで、出会いが実現したそうです。あっという間に親しくなったと伝えられていますので、きっと楽しい食事会だったのでしょうね。実はその友達は、真鍋さんが、ザ・イエロー・モンキーのファンだということを知っていました。好きなアーティストと会えるから、喜んでくれるだろうとは思ったでしょうが、まさか交際に至るなんて、思いもしなかったでしょうね。その後、二人は結ばれますので、この友達は、まさに愛のキューピッドと言えるでしょう。交際発覚当初、真鍋さんは、スケールが大きくて、大人の魅力に溢れている、と、その人柄に、ベタ惚れの様子でした。吉井さんは、プライベートでも色気溢れる、魅力的な男性だったようです。その後、順調に愛を育み、約3年の交際期間と妊娠を経て、結婚に至ります。ちなみに真鍋さんは、交際当初から結婚願望が強かったそうです。しかし、吉井さんの前妻との子供のことなどを考えて、
ひたすら待つことに徹しました。相手のことを考えて、約4年も待ち続けた末のゴールインだったのです。学生時代から憧れていた人と結ばれて、嬉しい反面、ようやくゴールできたという安堵感もあったかもしれませんね。離婚後に知り合っているので、略奪婚は嘘。二人が出会ったのは、2011年頃。吉井さんの前妻との離婚は、2008年頃なので、知り合った頃にはすでに独身でした。よって、真鍋さんの結婚は、略奪婚ではありません。二人の交際が発覚したと同時に、吉井さんの離婚も明らかになりました。知名度の高い二人の交際発覚は、非常に大きな話題となりましたが、離婚歴については、あまり触れられませんでした。前妻は、一般人で自身もあまり、結婚生活のことを語っていなかったのも、離婚時期が見逃されてしまう原因だと思われます。そして真鍋さんは、グラビアからコメンテーターまで幅広く活躍する、マルチタレント。すぐに新しいフィールドで戦える、容量の良さ、やしたたかさ、も、略奪婚を連想させる要因になったのかもしれません。吉井さんは、2013年に、トーク番組に出演した際、離婚後も子供たちに会いに行っていると語っていました。前妻が、真鍋さんと幸せになってほしい、と語っていたことも、週刊誌の取材によって明かされます。もし略奪婚であれば、前妻の子供たちは会ってくれないでしょう。前妻も、口が裂けても幸せになってほしいなんて言わないはずです。吉井さんが離婚した時期や、子供たちとの関係などから、真鍋さんが略奪婚でないのは確実ですね。